in the game tomorrow, an important one. スティーブン・ジェラード、7番キャプテンデビッド・ベッカム、8番ポール・スコールズ、そして10番中村俊輔、2トップは久保と玉田です。ガリー・ネビル、7番がデビッド・ベッカムキャプテンです。セットプレーからとかね、はい、アイスランド戦でも立ち上がり早い段階失点で、あーっとヘディング、これはどうだ、これはどうだ、ノーゴールですね、ノーゴールです、ノーゴールです。足を上げてませんね。もう一度見てみましょう。ゴール入ってきましたからね。ジョン・テリーですよね、はい、ギリギリのところで小野がクリアしましたね。さあ低いボールだ、ゴール前フリーになっている、シュート打った、11番のランパードのシュート。いやー、稲本が飛び込みましたね。もうヨーロッパでは各国のリーグ戦が終わりまして、うん、話題は今度の12日ポルトガルで開幕しますユーロ2004ヨーロッパ選手権です、うん、さあジェラードがボールを取った、ジェラードが打ってきた、もっとこぼれた、こぼれたボール、シュート、オーウェンです、オーウェンが決めました。奈良崎がボールを前に弾いたところ、オーウェンが決めた、イングランドのエースマイケル・オーウェン。もうユーロ開幕目前、本気モードのイングランド代表と日本代表が試合を行っているわけです。さあ玉田がボールを奪った、シュートですね、シュートを打った、うん、このボールジェームズが弾いているが取りました。そして梶田、中村俊輔にボールを預けた、久保とサントスが走り込んできて、シュートを打った、さあ久保だ、まだこのボールがあるぞ、久保がサントスへ。いろんなこうチームとのコミュニケーションを取りながら、うまくやってたつもりではいたと思うんですけどもね、はい、さあ今度は小野が打ってきた、小野がフリーです。久保がスッと前を向いた。小野に対しては今ルーニーですか。ここまで引いてきますからね、ルーニーが。18歳のルーニー。応援が前にいる。ルーニーのドリブル。18歳のルーニーのドリブル。強引なドリブル突破です。今シーズンチェルシーで全試合出場のランパードスタメンです。うん、さあ今度は日本の攻め。カジです。真ん中稲本。中村俊輔。小野と久保が手を挙げています。あーっと出ましたね、素晴らしい、パスが通った、来た、グランドシュート、小野が決めた、素晴らしいプレーです。サントスからのグラウンダーのボール、小野が決めました、日本同点、1対1の同点です。小野がリベロに入った形で守ってますからね。さあ今度は長いボールだ、イングランド、応援がスッと上がってきた、その応援に、応援にあった、応援、応援、応援、かわした、かわした、しかし奈良崎を抑えた、素晴らしい切り返しがね、はい、早いですよね、ちょっとこの辺りね、あの場内の雰囲気、イングランドサポーターが湧くというシーンがなくなってきました。そうですね、だいぶ変わってきましたよね。今場内がシーンと静まり返っています。こちら側というボールポゼッションも日本の方が高くなっていると思うんですよね。後半はね、カウンターをイングランドが仕掛けているといった状況ですね、はい、サントス、久保と玉田が走る、中村もいるぞ、サントスが直接打っていった、うん、キャプテンデビッド・ベッカン狙うか、うっとパッチング、奈良崎対応しました、手前は中澤、さあサントス、中村前を向いた、前を向いた、シュート、ディフェンダーに当たりました。このチャンスになりそうですね。そしてサントスです、サントス狙った、あーっときた、こぼれている、こぼれているが、おー、懸命にイングランドクリア、いけば取り行動、こううまく形で取ればいいんですけどね、一つのピンチが、はい、さあヘスキーだ、おっと中に入れた、宮本が体を、ビルネビルが中にボールを出す、ジョーコールか、シュート打った、最後にシュートを打ったのはジョーコールです。イングランド相手に堂々の試合展開、今ここで主審の長い笛、日本代表イングランド代表に引き分けました、1対1引き分けです。